さあ皆さん、熊本県立行ってみたいと思います。本日の長文はこちら。皆さん、問いの1番から問いの4番まで全部記述説明問題でございます。で、今日はこれ全部やっても時間、まあ適度な時間になりますので、全部行ってみたいと思います。ということで一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、第1段落と第2段落でございます。皆さん、まずはこの問いの1番考えていただくんですが、実際には第2段落ですね。ここから出ますので、皆さん一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、設問の指示のこれですね。ルーシーという名前をつけた。それが皆さん、第2段落1番線と、ここに書いてあるんですね。で、なおかつ設問の指示のこのなぜという部分が、本文中この because。で、これでも該当箇所分かりましたね。ですから、書くべき部分は、この三角括弧のところ。あとは皆さん、ここを和訳、直訳すれば OK ですからね。で、若干ちょっとどうかなと思うのは、この文末のこのタイトル。まあ、カタカナで書いていただいてもよろしいでしょうし、英語もそのまま転記すると。まあ、綴り間違えずに書けば OK。で、その多分それどっちを書いても点数くれるはずでございます。ですから、正解大体こんな感じになるかと思います。まあ、彼女、まあ、化石ですね。で、その化石は明らかに女性であり、で、このあたりですね。皆さん、発見された当時は、ジョハンソンが聞いていたから。皆さん、このジョハンソンもカタカナでもよろしいでしょうし、もうめんどくさかったら英語をそのまま書いておくと。それでよろしいかと思います。で、何を聞いていたかというと、皆さん、ビートルズの曲。皆さん、こういう曲を聞いていたから。みたいな感じで、ご自身の回答を照らし合わせていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、続きまして、問いの2番。これも皆さん第2段落から解けますので、一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、説問の指示のルースイの骨盤の形。これが段落一番最後、ここに書いてあるんですよね。で、あと皆さん、説問の指示のこの分かったというところが皆さん、ここですね。で、その皆さん、テルの具体的な内容がこちら、ざっと説になっております。ですから、あとはこの三角括弧のところを直訳すれば OK。一番先頭はルーシーは最も初期の類人猿でした。まあ知られている中で最も初期の類人猿。で、皆さんもちろんこのエイプは設問のこの問の一番ですかね。ここに類人猿としっかり書かれております。じゃあ、あと皆さんどんな類人猿でしたかと言われたこの文末ですよね。間違いなく二足歩行をした類人猿。ですから間違いなく二足歩行をしたと知られている中で最も初期の類人猿。みたいな感じで書けてあればよろしいかと思います。皆さん、ご自身の回答と見比べてくださいね。さあ、続きまして、第3段落の丘の下線部の1番。皆さん、説もこの3番ですからね。で、皆さん、注釈1箇所ついておりまして、こちら、足跡ですからね。で、皆さん、この第3段落一読していただいた後、このトネス3番の検討をお願いします。さあ、皆さん、説問の指示の完全な形で保たれていた。それは皆さん、下線部の直後、ここですよね。ですから、少なくともこの三角括弧のところが書けてあれば OK。で、皆さん、これは試験中の回答用紙のサイズにもよるんですが、意外と小さい、少なかったら、まあ、この辺を最低限書けてあれば OK。で、もしもう少し余裕があるんだったら、この第4段落ですね。まあ、そこを読んで追加していただいてもよろしいかと思います。ただ、まあ、最低限ここ書けてあれば合格点につながりますからね。ですので、パウダーのような火山灰、まあ、もしくは柔らかい火山灰、まあ、その中で保存されていたから、みたいな感じでかけてやればよろしいかと思います。で、富さん、第4段落まだ読んでいない方は、一読だけお願いいたします。そして最後の第5段落と第6段落でございます。で、富さん、質問は1個だけ、との4番ですからね。一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、説問の指示の先頭、ルースイの発見によって。で、それが皆さん、該当箇所、ここですよね。ですから、書くべきところは皆さん、この三角括弧のところ。で、あとはそこを皆さん、うまいことを訳せるかどうかだけですね。さあ皆さん、ざっと説の先頭でございますが、まずは直立歩行ができるようになった。で、じゃあそれはいつなのかということですが、皆さん、このあたりですね。人間が大きな脳、そして大きな頭。で、それを得るずっと前ですね。で、それが皆さん、ダッシュで言い換えられております。まあ、それは、おそらく、ロングビフォー以下、点点点。で、皆さん、一番最後の行、このあたりですね。彼らが知性を持つ前。まあ、もっと言うと、人間が知性を持つずっと前。
で、どういう知性かと言われたらこの辺りでしょうね。直立歩行が賢い考え、そういうことを work out、 理解するとか気づく。で、その理解する気づく知性を持つはるか前みたいな感じでかけてあればよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。皆さん、明日以降につながるようにちょっとまとめますね。皆さん、今日は記述説明ですね、中心にやってきましたが、皆さん注目していただきたいところ、そうです、どこを訳すかが最優先事項ですね。では、この書く場所を間違えてしまうとですね、いくら正しい日本語を書いていたりとしても点数につながらないと。ですから、どこを訳すのか、場所の特定が重要。じゃあ、それはどういうことを意識すればできたんですか？というところで皆さん、問いの1番から行ってみたいと思います。皆さん、設問の指示。なぜルーシーという名前を付けたのか。で、皆さん、該当箇所を探しに行くと、皆さん、Called her Lucy という表現が見つかって、ああ、ここか。で、説明指示先頭のなぜという部分が、皆さんこの because という単語、おお、バッチリだ。というふうに判断して、ああ、じゃあもうここを訳せば OK。という感じになったかと思います。ですからもうこれでも該当箇所見つかったので、あとは because の右側を訳すだけ。タミさん、できれば皆さん直訳が理想でございます。もちろん、意訳しちゃうとですね、採点官が困るんですね。まあ、採点官の中にですね、この書いていただいた受験者に対してですね、これはちょっとごまかしてるんじゃなかろうかと思う採点官もいる可能性がありますからね。ですから変なことはしない、直訳でひとまず言ってみると。そして皆さん、その次の問いの今の説問の指示もご覧くださいね。ルースの骨盤の形からどのようなことが分かったのか。で、皆さん該当箇所どうかなって見てみると、あるある。ですから、あとはこの後半部分を訳すだけという感じになりました。ですから、このオレンジのところですね、結局我々は何をしているのかというところで、皆さんこちらご覧くださいね。では、設問の指示と該当箇所。皆さん、結局はこういう関係を探しているだけなんですよね。言い換え可能。ですから、今回は記述説明問題を中心に扱いました。皆さん、これはのマーク式ですね。まあ、例えば内容一致問題とか、下線部説明ですね。さらには空所補充問題ですね。そのあたり。まあ、ほぼ全てはちょっと言い過ぎですけども、おおむねこの言い換え可能なところ、それを探し出せたら皆さん合格。実はただそれだけなんですね。ですから今日までこのあたりの意識があまりなかった方、まあ、せっかくですから明日以降これを意識して問題取り組んでいただけるとよろしいかと思います。まあ、確かに問題演習たくさんすることは重要なんですが、あんまり意識、まあ、目的なく解いても、果たして効果が出るのかということでございますので、まあ、やるからには目的意識を持って、まあ、つまりこれですね。ニアリーイコール、いい会話を探そう。そういう姿勢で臨んでいただけると、試験当日、ああ、やっててよかったってなるはずですからね。改めて確認をお願いいたします。ということで、頑張っていきましょう。